皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集は鏡の法則というお話をしたいと思います。鏡の法則っていうのは、自分が今ここにいて出来上がっている生活環境ないしは教室の環境もそうだし、精神的な状態、あと家庭環境ですね、それが全て、自分との鏡の世界だから、自分が作った世界になっているっていうことなんですよ。なので例えば、夫婦関係冷えているとかっていうと、それは自分がやっぱり作り出している世界観で、子供とうまくいってないとか、例えば子供がこういうふうになって自分がこうだっていう、やっぱ鏡になっちゃっているので、結果として今自分がいまいちだなと思う環境にいる場合には、自分がその世界を作り出してるんだっていう自主的な感覚っていうのがどのみち大事で、他人のところにあの人がこうだからこうなってるんだとか、そういう責任転嫁な感覚でいると、世界は変わらないっていうことですね。でここっていうのはなかなか、特に仕事ならまだねどうにかなるんですけれども、家族、親だったりとか、夫婦関連、子供もそうなんですけれども、そのあたりはやはりね、なかなかこう気持ちの絡み的に難しいところありますよね。特に親とか難しいかな、やっぱり親と自分が子供だから、親離れをするしないっていうところで対峙しなくちゃいけない、要は見つめ合って、しかも場合によっては主張し言葉でちゃんと伝えなくてはいけない、親離れっていうんですかね、しなきゃいけない時とかもおそらく来たりするので、親子関係もしんどい部分はあると思います。ただあの人がこうだったから今こうなったとか、それはなくて、両方にそれぞれに要因はあって、相手もそういう世界を望んだから鏡の法則として自分がそういう自分になってたりとか、相反する形で、その環境が作られているので、まずは自分の中にそれを、作っちゃってる要素があるかどうかっていうのはやはり点検しなくてはいけなくて、プライベートだけじゃなく、それは仕事上もそうですね。例えば自分があんまり好きじゃない生徒さんが来てるとすると、自分の中にそれを引き寄せてるやはり要因があるっていうことですね。本来であれば、好きな生徒さんと楽しい状態だけでできるのが、本来なはずなので、自分の中にその要素がないかどうかっていうのを、その方がね来た時には振り返るっていうことも必要だったりしますね。次回以降そういう方じゃない方が普通に来てもらえるようにすればいいだけなので、だから、家もそうだし仕事もそうですけどね、人間修行ですよね。何かそういうものがあるたびに考え成長する。だからずっと人のせいにしてると、なかなかそこは克服できないし、同じような課題がやっぱり何度でも現れたりとかするんですよね。私は転職が多い人でした。で基本的にはもちろんキャリアアップのために、やりたいことをやるために転職っていうのもあったし、同時にそれと、そこの環境を変えたい、場合によっては逃げたいっていう場合とかもねあったりとかしたのも事実です。全てが全て超ポジティブなキャリアアップの転職ばっかりじゃなかったので、環境を変えたい時っていうのはもちろん そこにいて環境を変える方法と、あとは自分が入る環境を変えるっていうのがね、2つやり方があって、私は自分が入る環境を変えるっていうのを中心にやっていて、でそれと同時にキャリアアップ、星収入手に入れるっていうのを両方実現したくてやってることが多かったんで、分かるんです。ただ人間関係の部分においては、前回にそれをちゃんとクリアしてないと似たような人がやっぱり職場に出てきますね。なんでそれは今振り返れば分かる話とかになります。なので教室運営してても似たような、なんかいまいちな人が来るっていうタイプの先生は、自分の中にその課題をクリアしきれてない部分があるからっていうのをちょっと思った方がいいかもしれないですね。
なので、鏡の法則を理解できているとなると、主体的に自分の中で自分の世界観に責任を持つことができるようになるので、自分が責任を持つことができると、まあ、逆に言うと自分が世界を変えるのは簡単になるので、その主体感っていうのがあるといいかなっていうふうに思って、鏡の法則のお話をさせていただきました。